にちはだ言うておりますけど、カントリーテールの国本です。お願いします。1点確実に、あー決めてきた。はい、うまい。うわー、うわー、やったー。また飛んでしまった。和田はもう早攻めなしゃあない。フォースリー、6点か。うわー、6点、6点。第1回戦第5試合では芸人からお願いします。吉本7年目パロパロの和田です。こんにちはだ言うておりますけどね。はい、バスケ歴は、6年、中高6年です。はい少し触れてください。はい、芸歴6年目カントリーテールの国本です。お願いします。バスケ歴は、バスケ歴高校からなんで今27年、10年ぐらい。おー、いいですね。はい、田村さん行きつけるコースト2コーストで、はい、あの保田さんと一緒に働いてる。おー、なるほど。シーツ市に行けば会える国本君になります、はい、さあ、それでは行きましょう。頑張ってね。イエイ、頑張れ。国本対和田。はい、この人たちはあのインナーの色の違いで分けてます。行きます。いいよ。ユニフォーム白と黒あんのにこいつら全然気にしません。そういうやつ。おお、早い。バックシュート、ペイントエリア、ペイントエリア。おおおお、ブロック、ブロック。さあどうだ。これはもうミドルから打つのか、ペリメーターから打つのか。あ、ペリメーターか。おー、外しました。さあ和田、ここで追いついておきたい。和田は追いつ…お、スリー入った。おー、惜しい。和田がスリーあり得る。さあ、あ、お、栗本のスリー。あー、惜しい。はい、さあ和田、スリーが、スリー打つのか打たないのか、どっちだ。打たないのか、どっちだ。打たない、全然。あ、打った。いや、もう、いや、もう、すいません。さあ、栗本、オフェンス。さあ、どうなる。これ、まあ、ペリメーターで入れたら2点ですけど、インサイドで入れても1点。お、スリーか。お、スリー、4点か。お、4点ぐらい。あー、やっぱ、4点難しい。お、スリー。15秒です。15秒。お、1点確実に。あー、決めに行った。まだあるよ、まだある、まだあるよ。お、あー、1、前半終了。さあ、サムシティルールの適用です。はい。お、大事に大事に。お、ミドル。お、わー、惜しい。後半、早い。あー、どうした。これは厳しい。おー、おー、4点。おー、惜しい。そうね、まだ全然時間あるからね。 OK、 おー、おー、おー、バイ、2、4点使う。おー、グジ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 。あ、ペイントエリア。お、スリー。あー、4点か今。はい、まだまだね。あー、いい、うまい。うわー、1点。残り1分。残り1分です。残り1分です。和田チャンス。和田が負けてるんで、倍ですね。はい、和田が、お、4点狙うのか。倍の4点、8点。お、お、うわー、4点。いやいや、コツ掴んだのか、いつ。お、スリー。おお、ここでスリーはしんどい。8点でも厳しい。スリ
お、また3。うわそうよ、もう和田はもう早攻めなしゃあない。お、3、6点か。うわー6点6点。止めてよ、止めて。あと何秒？37秒。あるよ、まだあるよ。あるよ、逆転できる。6点6点が10対6。うわー、これはでかい。2点で同点。うわーすごい、よう決めたな今。全然、まあさ、インサイド入れられるのがきついもんな。うわー2点です。でもすごい、でもすごい。2点です。2点です。12対6。逆転ありえるよ。おこれはとりあえず2点でいいんじゃないのかという国本の。ただもうインサイドには入れさせないという和田のディフェンス。17秒。あ、そこからお汚い汚いです。和田ここからやらしてとか、ま、何も言わない。ここから汚いやり方です。汚いやつです、あいつは。あー2点。うわー2点。はい、8点差です。ここでやるのね。ここで4点でやるのね。お、打たすか。え、あるよ。じゃあのさ、ディフェンス出すのが危ない。ディフェンスが出すのが危ない。さあ、それでいきましょう。どうぞ。はい、お、打たすのか、打たすのか、お、打つのか。お、うわー厳しいです。やはり4点は難しい。さあ、お、時間使う。あ、あ何秒？残り1秒なんですよ。残り1秒、はい、何のファールやったんでしょうか。何のファールだよ。何ファール。はい、最後謎のファールもありましたけども、14対6クリームの勝利。よっしゃー。 OK、 僕は頑張って見ていきます。皆様、もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また見てねー。